パネルで遊び、二人で遊ぶならお金を入れてね。このボードに決まり。まずは左のお友達からアイカツパスをスキャンしてね。アイカツパスをスキャン送信中だよ。準備 OK。 お友達とアイカツしてきたよ。楽しかった。プロフィールだよ。次は右のお友達のアイカツパスをスキャンしてね。アイカツパス送信中だよ。準備 OK。フレンズが増えたよ。バッジをゲットしたよ。プロフィールだよ。遊びたいモード2人で協力。遊びたいステージを選んでね。なんて必然に変えるのお友達のアイドルを選んでね。頑張るよ。右のお友達のアイドルを選んでね。頑張るよ。セルフプロデュース、スタート。トップス、すごい。クラシカルアーチ、クラシカルアーチ。ステージに合っているブランドだね。クラシカルアーチ、クラシカルアーチ。ボトムス、シューズ、アクセサリーの、すごい、クラシカルアンジュのカードだ。ステージに合っクラシカルアンジュ、ステージに合っているブランドだね。クラシカルアンジュ、クラシカルアンジュ、ステージに合っているブランドだね。アクセサリーの効果がついたよ。これでよければ決定をタッチしてね。始まるよ。このメンバーで頑張るよ。これはフレンズフィーバーに期待できるね。オーディションスタート。リズムマークと同じ色のボタンを押してね。してね。エンジェルガーデン。
結果発表。ボーナスゲット。すごい、二人の仲は最高だね。合格。みんながメンバーでよかったです。アイテムをゲットしたよ。ファンが増えたよ。キュートレベルアップ。私たちの思いを合わせよう。ダイヤを引っ張って上に伸ばして。これはすごい。ネオドレス、ネオドレスだ。アイカツカードにしたいドレスを選んでね。カードにこの決定。フレームとデコをカードに重ねてね。これで決定。私たちの思いを合わせよう。ダイヤを引っ張って上に飛ば。これはすごい。したいドレスを選んでね。カード、このど決定。ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。好きなフレーム、これで決定。右のお友達のアイカツカードを作るよ。もう少し待ってね。ドレスをタッチしてコーデをアピールしちゃおう。もう少しで完成だよ。右のお友達のアイカツカードが完成したよ。右のお友達のアイカツカードが下から1枚出てくるよ。忘れずに取ってね。プレゼントルーレットスタート。プレゼントルーレット